見にくい姿だけど間に合った間に合った、よかった。スプマンテさん花火バーンありがとう。モブさんも花火バーンありがとう。カックマイプさんも花火バーンありがとう。イッタンさんも花火バーンありがとう。カマちゃん星ありがとう。カマちゃんハートありがとう。カマちゃんもハートありがとう。わあすごい。ヤマシンさんお疲れ、みんなもお疲れ。ナスちゃん星の花火バーンありがとう。モンジローさんも花火バーンありがとう。ウマちゃんも花火バーンあれ音テンションが。なるみさんも花火バーンならこさんもバーンありがとう。ヤマシンさん大きい花火だふーばーんありがとう。すごいすごい、はぁ止まらないそういえば待って、話したいのがいっぱいある。なのに時間がない。あれ七並べがさ、あの今日のお昼で今月の終わったの。私さ今日さレッスンだったから最後のとこできなくってさ、そしたらさ8位か9位にいたのに11位になりました。称号がもらえない悲しい、悲しいことに自分のランキング11位でしためっちゃギリギリの差で負けてしまった。最後のねところがそうレッスンでできなかったから抜かされちゃって11位だっためっちゃ惜しくない？悲しいんだけど。かまちゃん金魚ありがとう。ヤマシンさん花火バーンありがとう。たかしさん花火いっぱいバーンありがとう。夏のパン祭りさんも花火バーンありがとう。すごいいっぱいありがとう。やめやめ、読み切れないあー読み切れないひろさんバーンありがとう。かまちゃんバーンありがとう。たまさんも花火バイピューバーンありがとう。まこさんも花火ピューバーン。ぷまんてさんもピューバーン。たまさんたくさんピューバーンありがとう。ゆうたまさんも花火ピューバーンありがとう。なすちゃんおこれ最後な金魚ありがとう。よし11位すごいこと本当に。確かにそう、それは思った。自分が入らないことによって私の称号持っている方が 10人なわけだから、確かに11位またゾロ目だねそう自分のランキング11なの。そう、あ、そらさん28だったの。そうなんだ、いひひいひ、いろいろ話したい話がある。そう悲しい、負けちゃった。で次の月っていうかもう始まってるけど、今月まあ来月、明日、正確には明日からか、来月は、もう少しで卒業されてしまうので、思い出作りにと、アンナさん推しで、アンナさんの、あれ、カードはちゃんとノーマルからシークレットまで全部持ってるから、今月はアンナさん推しで、称号を目指して頑張ろうと思います。でも、あれだね。夏休み期間が終わっちゃうからさ、お昼とかできないから、ちょっとね夜の9時台とかみんなと一緒にやろうかなって思うよ生クリームパイ、え？ねギュッとでもだけで終わっちゃう。そうやばいやばいね。そうレッスンが終わって携帯見て、お母さんじゃない、友達からの連絡で、そう知ったことが、そう佐紀野さんがね、卒業コンサートをグリーンアリーナでね、そうされるみたいで楽しみ楽しみ、でも寂しい。11月の3日だね。3期の藤井リエちゃんのお誕生日ですね。前の日はカナの誕生日だし、4日はアンナさんの誕生日だし
ごい、リエチ誕生日の日にね卒業されてしまうんだね。ウェディングだね、ウェディング欲しい。でも今回からね3期生のピックアップガチャとかないからさ、出しにくいよね、難しい。私の真似してる3期がいる、誰だ誰だ誰だなんか私真似されがちだもん。でもよく笑い方を笑い方をよく真似されるかも。並べちゃう、あ並べちゃうか、確かに5時から並べれるもんな。並べたいね、並べる並べる。そうカードね、あの一押しガチャで自分のシークレット出た後はアンナさんので回してたので、チアのノーマルとレアとスーパーレアはの、チアで、で SSR とシークレットが制服かなのやつもうね卒業されてしまうからカードも多分そんなに多くは集めれないけど、卒業された後はコレクションになるらしいから、そう集めたいなって思ってそう皆さん寂しい、悲しいね。そう10位以内、アイコンガチャし出たの、いいないいな。アイコンね、アイコンってさ、ね、結構顔の再現率、私は今わかんない再現されてるかわかんないけど、同期の見るとちゃんとね目とか眉毛とかね、そうちゃんと特徴、前髪とかね特徴捉えられてるの、そうすごいよね、髪の長さとかさすごいのよ。私はなんか垂れ目な感じになってます七並べしてない本にやったら多分10位ない、あそうなんだ、そう11月ね多いよね、インディ更新するよ、おありがとうね、11月多いね、1000円で見てられるみたい、寂しい。えアンナさんも、アンナさんも出られるの、そうなの、100位なの特典の、あーなるほどね、特典ね私は最終順位は分かんないけど、ミューポンとあれユーナもだいぶ上にいた、そのお昼入る前に見た、お昼あのねレッスンの休憩中見た時はどっちかが30位でどっちかが26位だった。なんか30位以内入るとコインが7000だけ多いから2人のもやってたんだけど、来月は自分もちょっとはやるかもだけど、9割アンナさん推しで称号勝ちで狙いに行こうと思いますそうだね、滝野さんはね坂道グループのファンの方もいらっしゃる、研究生も呼ぶ、そうなの私はね私も出演、何も私は聞かされてないけど、コンサート系はそうだね、全員のイメージあるから、帰りに同期と私らも出るかなってお話はしてたけど何の曲をやれるんだろうね、誕生日2日からやけすごい固まってるよね。ねえ滝野さん思ったよりも早くって、もう2ヶ月ちょっと後でびっくりしちゃった、早いなって悲しい、早い、なんかまだでも実感が湧いてないのにもう日にちが決まってしまって寂しい、悲しい。55、あと1分したら誕生日する、ちょっと今日やあれだ、コメントを読み切れてない、ギフトも多分読み切れてない、申し訳ない。私出た、本当にすごいね、早かったね滝野さんのね卒業、滝野さん花火パンありがとう、ウェディングユイニャーシークレットセットしてる、えありがとう出してくれてねえそう卒業されてしまう、もうこれ以上卒業はやだ、毎回悲しくなってしまう。えすごいやり出たの、いいね。でもねピックアップじゃないからさ、今回からさ出すの大変やな、常にハート3掛け、確かにね、で夜の9時からのはあれ10にすればね称号ねいけるかもしれない、私な11だったんだよな、そう
そう、悲しい。直前に過去全員、あ、そうなんだ、え、ありがとう教えてくれて。卒業直前に、コイン貯めとこ、のそのなんかあれ、同期のとか自分ので上位に入ったから、それでだいぶね、あのコインがもらえて、今は2万4千とかかな。じゃあこっからちょっとウェディング引かずに、卒業前にそうあるなら貯めようかな。え、教えてくれてありがとう嬉しい、教えてくれてありがとう。え、知らなかった、ありがとう。あれ、乃木坂さんとかのさやつとかだったらだいぶやってたけど、七並べはあまり歴がないから。そうなんだ、ありがとう待って、時間が来ちゃったから誕生日しよう。じゃあ17位から、うわ、なんて知ればいいんだろう。韓国語でちょっとかな、なんか後ろについてなんかおおと、ここにエースって書いてあるやつ誰、道枝さん推しの方かな。17位ありがとうございます。16位長久保さん、15位まっちゃん Q さん、14位ぬりさん、あと9枚パスタさん、13位竹尾さん、12位夏のパン祭り、あとゆいにゃん取り沙汰される、ゆいにゃん取り沙汰される、ゆいにゃん取り沙汰されるさんむずいな。次11位なるみ、あとさぬきうどん大学さん、さぬきうどん大学卒さん、トップ10、10位トラサポさん、9位プレイクライさん、8位なっちゃん、は、変わってしまった、やばい、もう一回行く。17位まっちゃん Q さん、16位もこはまるで雪の結晶、あともこずソードゆいにゃ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 さん、15位ぬりさん、あと9枚パスタさん、14位夏の晩祭り、あとゆいにゃ取り沙汰される、ゆいにゃ取り沙汰される、ゆいにゃ取り沙汰されるさん、13位やったあとつまみんさん、12位たきおさん、11位ブレイクラインさん、トップ10、10位なすちゃん、9位かまちゃん、8位うまちゃん、あとヤミーズ&おつまみんいひひいひひいひひさんちゃんが3人並んでる、なすちゃん、かまちゃん、うまちゃん7位ラベンダーさん、6位なるみ、あとしゃぬきうどん大学卒さん、トップ5、 5位トラサボさん、4位スマーテさん、トップ3、最近めっちゃ食べまくってる、またツアーが終わったらあれです、七並べ、今月の七並べとかあれだね、誕生日のタワーも全てはまだお返しできてないのと、イベントのあれもすると思うんでお待ちください。じゃあトップ3いきます。3位トマトさん、ありがとうございます。最近、昨日かな、トマト食べたよ次が2位たかしあとつまみんさん、ありがとうございます。猫、じゃあ1位を発表しましょう。やばい、時間がない15分短い、いきます。今日のランキング1位はヤマシンさんです、ありがとうございます。ヤマシンさん1位ありがとう、ラブー感謝ですさっき配信前にめっちゃギリギリでメールを送った、7月8月か最後のメールを送ったから、あれみんな楽しみにしててまた来月もよかったら私のメール受け取ってください。多分そろそろ時間が来てしまう、あ、ちょうど話してたらメール来たじゃあまた明日も配信するのでね、来てください。じゃあみんなおやすみなさいまたね、バイバイ、届いた、お、よかった、またね、お疲れ様、あ、テロップ出た、よかった。